はいどうも、はい、どうもミスター4です。お願いします。では一応頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。どこどこ。いやいやいや、トミーハウスよ。ちょっと都市伝説やったじゃないですか。はいはい、やりましたね。まあネットの、うん、まあゲームみたいな感じで、はいはいはい、まあ如月駅のやつ行ったりとか、うん、あの見てみたりとかしてたんですけども、はい、結構久々にがっつり都市伝説っぽい動画を撮ってみようかなということで、はい、企画用意してまいりました。はい、ボイニッチ諸侯。はいはいはい、はい、知ってますか。トミー知らないです。知らないですよ。ボイニッチ諸侯なんか詳しく調べたら、うん、1921年に、うん、イタリアで発見されたらしいんですよね。はいはいはい、はい、ボイニッチさんが発見したらしいんですけども、うん、約240ページありまして、あの未知の言語で書かれてるんで、うん、まだ解読されてないらしいんですよ。解読したとか言う人もいたりとか、うん、その AI に読み込ませて読めたって人もいるんだけど、うん、結局もう闇に包まれてるらしいんですよ。なんだかわかんないんだ。そうです、もう暗号みたいな、うん、ただなんか一説によるともう適当に書いたんじゃねえかっていうのも言ってる人もいるんだけど、でもあまりにも意味ありげだから意味ありげだったりとか、同じ文字が何回も出てきてる。はいはい、繰り返しね。で今回なんかそのボイニッチ諸侯を無料でネットで公開されてるらしいんですけども、今そうなんですよ。それを全部 PDF で印刷した人がいて、その方に許可を取って、はい、あのここに全部印刷してきました。だから公開していいってことだ。そうですそうです。俺らを通じてこれを知ってね、でいいよこれを知ってもらってね。不思議ではあるけど、そもそも知らない言語俺いっぱいあるから、なんかその中のその中の一つってアラビア語わからんし。でまだ誰も成功しないっていうのがやっぱ、あそうあんだ。急に読めるかもしれんから。なんかネット2ちゃんとかに、うん、これもう本当か嘘かわかんないんだけど、全くこのボイニッチ諸侯の話じゃないところで、人生を2つ体験したことがあるっていう人が話してる掲示板があって、うん、その人が話してる内容がめちゃめちゃこの本に近かったみたいな話もあるわけですよ。で死んじゃったんだって、そっちのもう片方の方では、はい、そしたら現実世界で2つの記憶が介在してるらしいんですよ。でその人が文字書くとめちゃめちゃこれに似てたみたいな発表する。でもなんかその人もだから言われて気づいたみたいな、おこれに似てんじゃんみたいなので、薬草の話だったりとか天文学とか生物学、宇宙学、薬学、料理に分かれてるっぽい。あ、そうなんだ。天文学とか分からんしね。ちょっと見ていきますか。はい、見て。音符みたいなね、こい、なんかあるよね。こいつが多いよね。これめっちゃあるじゃん。鳥じゃない？この一枚で鳥を表してるってこと？見てこ、見てこ。お、観察日記なんじゃない？朝顔のみたいな。そうそう。だからもう本当に宇宙の秘密とかさ、隠された薬草とかの可能性もあるからね。あるだろうね。お、咲いた、咲いた。咲いたんだよ。咲きましたね。うん。いや、なんかさ、図鑑みたいな感じだよね。なんかその、あ一つ一つのその植物についての説明がこう書いてあるというか。でもなんか絵うまいね。でも一説によると、はい、地球上に存在しない花ばっかり。あ、なんかね、それは見てて、なんかこういうの見たことないもんね。これあれじゃん。めっちゃ服にくっついてくるやつじゃないですか。あー、泥棒ね。図鑑なんじゃないですか、やっぱり。いろんな花がありますよ。これとかやばい、やばいけどね。これやばいな。やばいけどね、これ。後半に行くにつれてやっぱちょっと強そうなのはやっぱ確かに増えてるね。癖強いやつね。初めはやっぱ分かりやすいオーソドックスから、うん、だんだん進化系みたいになってそうね。これって空想で書いてる可能性あんのかな。逆に言ったらみんなこれ今見ていく中で見たことがある花があったら教えてほしいよね。トミニッチ書いてよ。トミニッチ、トミニッチ、なんで俺のことよくわかんない言葉で時間無駄やん。見たことない、うん、ものを紹介するの書いてツイッターにあげとくわけよ。でもなんか同じような字多くない？そうだね、 S みたいなのと F みたいなやつ多いね。8とか植物の世界みたいなことなのかなって、これやばくない？テーブルみたいなのって、これ作った上でそこから生えてるわけだよね。1個の1個ってことでしょ、これ要は。でもなんかこう質感を見るとサボテンみたいな質感に見えない？
あ、ほんとだですね。なんでこんな草に特化してんだろう。すごいたくさん知ってるな、この人は。いっぱい探したんだろうね。さそういうなんかこう、あ、空想上の動物みたいなのいるじゃないですか。うんうんうん、ホウオウみたいな。 あれかっこいいじゃないですか。かっこいいね。の植物バージョンっていう可能性あるじゃないですか。ああ、確かに。急にもうなんかだんだんもうパターンなくなってきた感じ。ポケモンだとしたら一番このキャラは人気ないだろうね。こういう大根とかなんか、あ、ありますね。バズでね、たまにね、ふざけてるみたいな。見てみ。根っこの癖えぐい。四角じゃん、なんで。根っこ癖えぐいぜ。え、癖えぐい。中層部やばいよこれ。お、ここで変わりそうですね。ここまでがだから植物系がずっとバーッと並ぶ、言われてんので言ったら、あ、薬草とか。薬草だね。で、こっから天文学の分野に入る。天文学マジ分からんからね、そもそも天文学。人が手を挙げてるよ。いや、すんで天文学で言うと、あの、こういう図形でもうこういうのがなんとかって呼ばれるものがありますって言われたら、うんうん、それ通りの言葉が書いてあるから、逆に言ったら意味はすぐ理解しやすいよね。確かに確かに、うん、いや、なんか空想で書いてるってよりは、うん、いろんな分野をこう調べてる感じは。あ、まあまあそうだね。だから、おお、これは天文学。あ、天文学っぽいですね。こんなの多分あるんじゃないですか。どうですか。12だ。お、なんか12等分する感じとか、月のなんかね。月なのかな、これ。なんのかな、これ。意味ありげですね、かなり。1個ずつなんか名前みたいなの書いてあるね。星にも1個1個その種類があるのかもしれないね。あ、でも天文学だから、あの、方角かもしれないね。方角で見える星が、これがこう、確かに。ちょっとでもなんか緩い顔、これいいね、このキャラクター。アリゲーターガーですね。いや、アリゲーターガーっぽくない。うわ、違う違う違う、動物が変わってんだって。ほんとだ、鹿みたいなやつ。いろんな髪型の人いるよ。お掃除してるおばちゃんだよ。え、弓矢か。弓矢だよ。しかも横型の弓。こうじゃない。西洋のあの強い弓じゃん。この横にこう引く弓、こう。え、いて座とかそういうことやね、関係。ああ、いて、ああ、だからあれなんじゃない、いて座でしょこれ。で、これがなんか、お牛座だか、ヤギ座だかで、これが天秤座だ。え、おい、そうよ。え、そうじゃん。いや、でも遊んでるよ、絶対。これもそう。これはあれなの、ノートめっちゃ書いてて落書きなのかな、これは。まあ、それか見開きのこっち側と繋がってるか。そのそれなの。ああ、確かにね。でも見ててちょっと楽しいな。まあ、なんか予想するの楽しいですね。お、つなぎ止めてる人もいる。こうやって、もう何もしてない人が一番おかしいからね、それで言ったら。なんか伝えたくなかったらこんな書けないよね。また薬学は薬草に戻るんですか。おお、すごい。うわ、作り方みたいな書いてありますよ。こうしてみたいな、これとこれを混ぜてみたいな。そっか、矢印とかもないからわかんないけど、さっき出てきたやつらなんじゃない。ほんで、これ、いや、むずいって。さっき出てきた人たちがこれでこうしていきますみたいな、作りますみたいなね。ありますね。レシピっぽいですね。レシピとかで生活してたとかさ、うん、なんかそういう森しかない場所っぽいけどね。そうだね。まあ普通にこう自然豊かにいろいろ混ぜて作ります。これ作るっていう意味っぽい。これはもう作るっていう意味。混ぜるぜみたいなね。だ、全部にこれ書いてあんね、うん、この筒みたいなやつは。するみたいなことなのかな。ああ、ありそうね。うわ、もう文字だ、後書きみたいに入ってるって。やばいって、やばいって。もう何にも最後どうした。何、小説。いやー、楽しくはあった。楽しくはあったけどね、ほんとそれは分かんない。マジで分かんない。それは分かんないですよ。で、円形のその図形とかで、うん、その天文学的に見たことあるとか、あの、これを表してるんじゃないかとかね。生物学的にこれはこういうの、記憶がある人もいるかもしれんから。え、何が。もうこれ知ってます。あ、出てくるかもしれない。なぜかこれ知ってます。そのランダムになってるというか、うん、その普通の言語の成り立ち方と違うっぽいから、うんうんうん、不思議だよね。ああ、だからこれそうなんだ。これ今全部データ入力しても文字が出てこない。結局わかんないっていう、だから解かれてないっていう。あ、でも意外と読めてるね。読めてる人はなんか文字を当ててる人もいるけど。あー、で、1400年から1438年頃に作られたとされてるんだ。500年以上前なんだね。
世界的にもこうみんなが読み解こうとしてる読み解けない、うん、そうですね文字があるってことですね、うん、なんか誰かもその黒歴史二人が言ってたみたいな落書きだった黒歴史いう説もあるよね元説みたいな、うん、もうやめてってなってる可能性ね確かにいや本当に意味ないから本当にただ適当にやってたらあれなのにっていう、ね、カレンダーってやれてるやつもね、うん、適当に12等分にしただけかもしれないけどね、うん、そう大体の感じでやっててかっけえかなみたいなのやってただけだからってペロップこれで打てますよボイニッチのフリーフォントが出てます、ということで、はい、ぜひ皆さんまあわかるとか、うん、なんかこれ見たことあるとか、そうだね。まあちょっとね、いろんな方が興味を持った動画見ると思うので、うん、ぜひコメントに書いていただければ、はい、と思います。よろしくお願いいたします。まあちょっとこれ硬くなっちゃうかなと思うんで、うんうん、恒例のちょっと、なんか最近あった話一個最近あった話硬くなっちゃうかなと思う。黒歴史一個。逆にありますか黒歴史。黒歴史なんてもう黒歴史じゃない部分なんてないですよ。白歴史がないわけだ、ね。白の歴史がないんだから。僕もちょっと何年生かあんま覚えてないんですけど、小学生の、はいはい、1、2年何年生ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、僕給食当番で、バケツに入ったカレーあるじゃないですか。みんなが、みんなが楽しみにしてる。大好きな。あれ、あの日忘れないもんね。カレーがやっぱみんな好きだから、はい、カレー。で、なんか給食当番でご飯持つ人、カレー、つかその、でっかいおかず持つ人、牛乳持つ人で分かれてるわけですよ。うんうんうん、で、こう白衣着て、そう、給食室に取りに行って、みんなで受け取って、はいはい、何年何組です、みたいな感じでこうやったわけなんですけど、はい、俺ちょっと、カレー運ぶ係やったんですけど、ちょっとうんち漏らしちゃって言いましたなんて、待って、意味わからんわ、もう何だ話、ボリニッチぐらい意味わからんかったよ、うんち漏らしちゃったんだけど、その別にカレー にうんちがついてるわけじゃないじゃんでもなんか、もう食べるわちょっと何回うんち漏らしちゃって運んでる最中に力んじゃってよりによってカレーの時にそうなんでそんな今もうめっちゃ持ってんの。いやいや持ったぜ、ね、俺たまこれ俺めちゃめちゃあるけどね。いやだいたいお前の方があるよこういうもうないのよ、はい、ということで以上今日のミツアイランでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。